下に、売る。下に、売る。はい、シグナルが来ました。ちょうどいい位置ですね。ちょっと行きどころはないですけど、これ。まだ試験ですね。こちら、15分のファイナルオプションですね。独自の相関係数のね、安定したところだけシグナルを出します。頭の10個が勝率 60% で、全体で100個のシグナルで 56% ですね、約ね。その分析でシグナルが出ましたから、まあ 56% ぐらいの勝率です。これ勝つのは。だから、出たらね、ちょっと打つといいかもしれませんね。まだ今週テストしていきます。これは3000万のですね、インジケーターです。
今週のテストですね、シャンチの3000万円のエンジギターです、15分固定に変更していきますけどね、これが良ければね、設定値ややこしいんで、相関係数、独自の相関係数を求めまして、安定性のシグナルを見つけ出すインジケーターです。
あ、いい具合に上がってきたんですね。一応ね、バージョンアップしますけども15分回し設定でね、設定値は何しにしますって5分足でね、MT4 の5分足で動作させてます。難しくないようにね。でシグナルが出てからその通りでは勝てませんからね。こうですからね、シグナル出たのは、ね、勝ちましたね。はい。